からユニットになんだね。コロナがユニットなんだよね。どういう表現やそれ。そうだね、さすがにメニューがジェフェシー、なんていうんだろうね、メニューね。ということで、乾杯いきますか。乾杯で、じゃあ乾杯で、お疲れです。これでなんか、オムレツ。いやどうも。ケンさん TV です。噂のケンさん TV 今収録中です。噂のユーベットさん、どうも。T ディスクでしたっけ。ウェブ上では T ディスクでしたっけ。T とかやつなピーって言ってない。そう、 T ディスク、ピーピーって言わない。本名を言ったらダメだからね。ピーさんってピーさんの結婚式なんか4月12日らしいね。招待状送るからって。俺はずっとカメラだからね。まあ、ピー、おめでとうございます。ピーさん、ピーさんおめでとうございます。結婚してんすか。そうなんですよ、12月24日には。おぉ、送りますに、うん、おぉ、おめでとうございます。出してから。ありがとうございます。いやすごいですね、いいですね。深夜の24分、これでなんとね、朝仕事あるんですけどね、勘違いに P さんが親友の P さんがなんと結婚されたということでね、俺はもう新年会とね一緒の感じでちょっと閉まったんで、なんでちょっと閉まった、もうあーっとちょっと新年会的な結婚パーティー的な感じでね、2人しかいないけど。ということで、じゃあ乾杯で。はい、乾杯。はい。もう聞いてるラブラブでもう羨ましいですね。何気に久しぶりに新橋の銀座口って言ってね、ちょうどうちらがゆりかごまで置いて2001年の9月17日だったから、朝にイベントがあって朝に、うん、俺このまま京都帰るっていうので、うん、新橋の駅で最後全員で写真撮ったの覚えてます。このまま この改札口だったんですよ、いっぱい。そこに来たの久しぶりだったんですよ、うん、それまではね、新橋の違う入り口から降りたことあるんですけど、あ、ここあの時の改札口だって、別に写真も何も撮らなかったけど、あの時の改札口だと思って、急になんかフラッシュバックじゃないけど、なんかあの時の懐かしいな。最近になってね、余計ですよ、俺映像撮ってんじゃないですか、フォローもアップしてるから、もうすぐ見たらバーってね、あ、こんなのあったってすごい思い出しますよ。そう考えたら俺ずっとあの時とほとんど変わらない活動してるな。逆によく続いてるなって言ったよ。ですね。